秋葉原通り魔殺人事件とは、2008年に秋葉原の歩行者天国で起こった無差別殺人事件のことです。その年は北京で20年ぶりのアジアにおけるオリンピックが行われ、北島康介選手の金メダル2連覇達成など多くの日本人選手の活躍に日本中が沸いた年でもあります。そんな年の6月8日日曜日正午過ぎ、秋葉原の中央通りは歩行者天国開催中もあって多くの買い物客や観光客でにぎわっていました。平和の歩行者天国が一瞬のうちに惨劇の場に変わるとは、その場の誰もが予想だにできなかったことでしょう。惨劇を引き起こした人物は加藤智弘、自動車工場の派遣社員として働いていた男でした。加藤はレンタルした2トントラックを運転して千代田区外神田の神田明神通りと歩行者天国の中央通りが交わる交差点へ赤信号を無視で突っ込み、歩行者5人を跳ね飛ばした後タクシーと接触したため停車し、トラックを降りるや否やダガーナイフを振り回し、倒れている通行者や警官17人を殺傷していったのです。規制を発しながら加藤は通行人を無差別に刺していきました。雑踏の中で多くの悲鳴が上がり、血だまりの中でうずくまる犠牲者たち、さながら戦場のような悲惨な様相を秋葉原の歩行者天国は呈していました。駆けつけた警察官に加藤が路地裏で取り押さえられるまで、トラックの突入からわずか数分足らずの強行でした。7人が死亡し、重軽傷者は10人という大惨事となりました。加藤は警察の取り調べで、生活に疲れた、誰でもいいから殺したかった、そのために秋葉原の歩行者天国を選んだと語りました。人生に絶望した果てに及んだ強行だったのですが、加藤は犯行の直前まで自分の居場所はどこにもないという孤独感に苛まれていたようです。なぜ加藤はここまで追い込まれてしまったのでしょうか。真の動機は誰にも分かりませんが、少年時代の家庭環境に加藤の屈折した心をほどく鍵の一端があるようです。優等生だった小中学校時代、青森県で生まれた加藤は小学校に上がる頃から教育熱心な母親の厳しい指導を受け、成績はトップクラスでした。その甲斐あって加藤は見事県内有数の名門高校に合格します。しかし高校の授業についていけず、成績は最底辺をさまようようになります。母親も望んでいた北海道大学進学は夢のまた夢となってしまいました。もともとおとなしい性格だった加藤は、周囲とも打ち解けず劣等感と鬱屈した不満を抱えたまま高校を卒業し、自動車整備を学ぶ自動車短大へ入学しました。孤立感にとらわれていた会社員時代、高校の時点で学業にやる気を喪失していた加藤は短大を卒業したものの、自動車整備士の資格は取得しませんでした。仙台へ出て一人暮らしを始め、警備会社へ準社員扱いで就職します。当初は友人もできましたが、次第に職場への不満が鬱積し、無断欠勤を繰り返して退職します。不満の原因は職場の人間関係だったと加藤は後に語っており、不満を訴える唯一の手段が無断欠勤だったのです。その後は派遣社員や契約社員として自動車部品メーカーなどいくつもの職場を転々とする生活を送ることになりました。加藤はこの頃から孤立感による被害妄想が強くなり、ある職場では自分の作業着がなくなったと思い込み、やめろってか、わかったよと SNS に書き込み、職場を無断欠勤してしまいます。後に職場の同僚から作業着が見つかった旨のメールが届きますが、加藤はどうせ隠していたんだろうがと決して素直に受け止めることができなかったのです。物事すべてを被害者意識でしか捉えることができなくなった加藤は、自分一人が負け組で、その他の日本中の連中は皆勝ち組という極端な考えに取りつかれてしまいます。そして自虐ネタを SNS に投稿していくようになります。社会的孤立、 SNS へ逃げ込む。 SNS は当時の加藤にとって居心地のいい社交場でした。意外にもそこで加藤は人気者となり、他のユーザーとの交流も盛んに行われるようになり、時にはオフ会で旅行に行ったりとコミュニケーションも取るようになりました。しかし加藤の成りすましが現れ、 SNS が荒らされるようになると、安住の場もストレスの原因となるようになってしまいました。これ以降加藤のネガティブな書き込みが目立つようになります。勝ち組はみんな死ね、あとは日本に俺しかいなくなる、俺が何か事件を起こした時あいつならやりかねないと思う奴がいたら、そいつは俺の理解者。一方で、
友達が欲しい。人と近くなりすぎると憎しみで人を殺す。しかし孤独だと無差別殺人に走る。ちょっとしたきっかけで大犯罪に人は走る。人間関係は大事などと冷静に自己分析らしき心境や揺れ動く自分の心情を吐露しています。しかし孤独な加藤は無差別殺人に突き進んでしまいます。加藤は仙台アーケード街トラック暴走事件と土浦通り魔殺人事件の2件を参考にしてトラックで群衆に突っ込みナイフで手当たり次第に人を刺すというプランを立てました。犯行の準備として事件の2日前、加藤は当時住んでいた福井市内のミリタリーショップでダガーナイフを6本購入しました。そして事件当日、加藤は SNS に犯行予告を書き込み2トントラックに乗って外神田の秋葉原歩行者天国へ向かいます。直前まで犯行への逡巡があった加藤ですが、現場へ移動する間に SNS へ30回以上も書き込みをして0時10分時間ですという書き込みを最後に人でにぎわう歩行者天国へトラックで突っ込み、ダガーナイフで無差別殺戮を決行してしまいます。マスコミによって盛られた動機、事件を起こした加藤の背景や動機は、加藤が残した SNS の書き込みや職場の同僚などから取材した内容から、マスコミはいろいろと書き立てました。いわく作業着の紛失、学歴劣等感、負け組、社会的孤立といった要素が重なって無差別殺人に走ってしまったのではないかというものです。しかし加藤はそれらをすべて否定し、専門家による心理分析もほとんど嘘だと述べています。しかし3ヶ月かけて行われた精神鑑定の結果から、加藤に責任能力が問えないほどの精神的な異常性を見出すことはできなかったので、事件当時加藤は正常な判断能力があったと結論付けられました。検察は史上稀に見る凶悪な犯罪と断じ、加藤に対して死刑を求刑しました。弁護側は事件当時被告は心神喪失の状態であったことを理由に死刑判決は破棄されるべきと主張しました。しかし最高裁の最終判決は弁護側の上告を退け、加藤へ死刑を言い渡し、判決は確定しました。現在まだ加藤の死刑執行はされず、東京拘置所に収監されています。今加藤は日々何を思って過ごしているのでしょうか。自殺した弟、優秀で母親に可愛がられたという加藤の弟は、事件から6年後に自ら命を絶ってしまいました。どこに行ってもあの秋葉原通り魔殺人事件加害者の弟という立場から逃れることはできず、苦しんだ結果、加藤の家族は幸せになってはいけない、これ以上生きる理由が見出せないという言葉を残して自殺したのです。7名の命を奪った加藤ですが、弟もまたこの事件の犠牲者だったと言えるのではないでしょうか。